菅首相は民意の分断疲れを癒せるか、安倍内閣最後50%、菅内閣最初64%に込められた期待。第2次安倍政権の7年8ヶ月は、親安倍と反安倍に民意の分断が進んだ時代だった。菅義偉内閣の発足直後の世論調査で64%という高い内閣支持率となったのは分断に疲れた民意が、 癒しを求めた結果ではないだろうか。社会調査研究センターと毎日新聞は、安倍晋三前首相の公認を選ぶ自民党、総裁選が告示された9月8日と、官内閣が発足した翌日9月17日の2回、緊急の全国世論調査を実施した。17日の調査は、TBS 系列のニュースネットワーク、JNN と共同で調査した。8日の調査で、 安倍内閣の支持率は50%となり、辞任表明前の8月22日調査の34%から跳ね上がった。内閣支持率の調査とは、その内閣の存続を支持するか、支持しないかの割合を数値化するものだ。そもそも辞任を表明した首相の内閣支持率を調べることに意味があるのか。そうも考えたが、他社の調査で安倍内閣の支持率が急増していたことから、 我々の調査でも記録を残しておく必要があると判断した。首相の引き際というのは難しい。過去、石も手を割れるように退陣した内閣の最後の支持率は、毎日新聞の世論調査で、第一次、安倍内閣29%、福田康夫内閣25%、麻生太郎内閣20%、鳩山幸夫内閣20%、菅直人内閣15%、 野田義彦内閣23%。5年5ヶ月の長期政権を築いた小泉純一郎内閣は45%で幕を引いている。辞任表明後の安倍内閣支持率はなぜ上昇したのだろう。私は分断疲れが背景にあると考えている。第二次安倍政権発足当初は5割以上で推移していた安倍内閣の支持率が30%台に落ち込んだのは 集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法の是非で世論が分断された2015年の後半だった。以後、一時的に50%台を回復したこともあったが、30%台と40%台を行き来しながら辞任に至った。15年以降の内閣支持率を分析すると、岩盤とも言える支持層、親安倍と不支持層、母安倍がそれぞれ 約3割ずつ、残る約4割の中立層が支持と不支持の間で揺れてきたように見える。中立層からすると、安倍氏が首相でなくなれば、安倍氏が好きか嫌いかの対立に巻き込まれなくて済む。長期の分断に疲れた中立層が安倍氏の辞任表明でほっとしたのではないか。冷静になって振り返ってみれば、安倍政権の7年8ヶ月はそう悪いものではなかった。 と思えたのかもしれない。辞任表明後の支持率50%はすなわち、安倍長期政権の総括評価なのだと思う。この時の内閣不支持率は42%。親安倍と反安倍の岩盤層が穴を残っていることは、携帯ショートメール調査の回答者に自由に意見を書いてもらった結果にはっきり現れた。菅内閣最初の支持率64%が、 安倍内閣最後の支持率50%を大きく上回った意味をどう考えるか。私は菅内閣の不支持率27%に注目したい。親、安倍、半野部の総国を超えて、菅内閣を支持しないと答えた人にその理由を尋ねたところ、安倍政権から代わり映えしないからとの回答が61%を占めた。ここからは、 反安倍層の多くがそのまま菅内閣不支持に回ったことが伺われる。見方を変えれば安倍政権と変わらないからという理由で菅内閣を支持しない人は回答者全体の16%に過ぎないとも言える。安倍内閣最後の不支持率は42%もあったのに菅内閣最初の不支持率は27%しかなかったのだ。反安倍岩盤層の一部は崩れたのではないか。 菅内閣を支持すると答えた人にその理由を尋ねた。結果は、安倍政権の路線を引き継いでくれそうだからが30%、全体の20%。これを、多いと見るか、少ないと見るか。政策に期待が持てそうだからが35%、全体の22%で、安倍路線継承への期待を上回り、首相の人柄に好感が持てるからとの回答も27%。 全体の17%あった。安倍政権からの変化を、菅首相に期待する人々が内閣支持率を押し上げたと見ることもできよう。分断状況が薄らいだことは、性別や年代別の内閣支持率からも伺われる。安倍内閣の支持率は、男性の方が女性より高く、高齢層より若年、中年層の方が高い傾向が続いていた。8日の調査でも、 男性の内閣支持率は56%まで上がったのに対し、女性は44%にとどまった。年代別では40代以下で60%前後、50代以上で50%以下と、くっきり分かれた。ところが17日の調査では、男性64%、女性65%と並んだ。年代別でも60代まで、一様に60%以上を占め、 七十代以上で六割を割ったものの五十パーセント台の高支持率である。安倍長期政権の下で男女間や年代間に生じた断層が官内閣への期待によって一旦覆い隠されたのだろうか。戦術転換を迫られる石橋と立憲民主。官内閣最初の支持率六十四パーセントの背後に分断の傷を癒してほしいという思いが潜んでいるのだとすれば、 安倍政権への批判によって存在感を高めてきた自民党の石破茂元幹事長や立憲民主党などの野党勢力は戦術の転換を迫られる。石破氏は各種の世論調査で次の首相にふさわしい人の上位を占めてきた国民的人気が頼みの綱だった。自民党総裁選で地方票まで監視指に流れた原因をどう検証するのか。 安倍政権時代、親、安倍、反安倍、中立に散分された世論構造が、石破対暴論を支えていたということだろう。安倍内閣の支持率とともに、自民党の政党支持率が下がれば、反安倍総と中立総の支持が得られる石破氏が、自民党の救世主となるシナリオが想定された。しかし、安倍氏という分断軸が消えた瞬間、大望論の根拠も薄れてしまった。 17日の調査では、石橋が閣僚や党の要職に起用されなかったことについて、妥当だとの回答が40%、問題だが38%で拮抗した。内閣支持層では、妥当だが52%と半数を超え、問題だは26%にとどまる。反安倍色が、なお残る、内閣不支持層は逆に、妥当だ17%、 問題だ67%と石橋に同情的だ。菅首相が安倍前首相と同様国民を敵と味方に分断する政治手法を取れば石橋が再び反菅層の期待の星となる可能性もある。菅首相が癒しの政治に徹するなら石橋も反安倍依存から出した新しい石場に転換しなければなるまい。立憲民主党は 旧民主党勢力の合流浸透として再スタートした。しかし、8日の調査で野党への期待は高まったとの回答は24%にとどまり、もともと期待していないが65%を占めるなど、世論の評価は厳しい。とはいえ、17日の調査で新しい立憲民主党の政党支持率は12%と、 8日調査の旧立憲民主党の8%から4ポイント伸ばした。次の衆院選比例代表でどの政党に投票したいと思うかとの質問では15%が立憲民主党と回答。自民党の44%には遠く及ばないが一定の合流効果は現れている。立憲民主党の枝野幸男代表は合流新党の結成にあたり、 集団的自衛権の一部行使容認は憲法改正を要することなく従来の憲法解釈でいくらでも説明できるのに安倍政権がやったふりをするために必要のない憲法解釈をしたと思っていると述べた安倍政権による憲法解釈の変更を批判しつつ世論分断の起点となった集団的自衛権の行使容認自体には反対しないとの趣旨だ 半安倍の自爆から浸透を解き放つ重大な路線転換への布石であり、安保関連法への反対に固執して失った外交、安保政策における当事者能力を取り戻そうという試みだろう。64%という公私自律で発信した菅内閣がこの勢いを維持すれば、菅首相が早期の衆院解散、総選挙に踏み切る可能性も高まる。 派閥の論理を優先させた、祖格の顔ぶれには、衆院選に勝利して、本格的なカンカラーの夫人にアップデートしたいとの思いも滲む。